十林院は奈良県奈良市十林院町にある新言集大御派の寺院。三号は雨宝山。本尊は石像の地蔵菩薩。江戸、明治期の町並みが残る奈良町の一角に位置する。元は大寺院だった岩郷寺の寺院である。寺伝によると奈良時代に右大臣、木備牧備の長男とされる浅野宿根坂奈守るが、 岩章天皇の宮殿を廃領し創建したと伝わる。その後、公認年間には、弘法大師が留釈したという。長屋漁業は、農書とされ、空海の書主とも言うが、伝記のはっきりしない人物である。従林院については、山和名書記のような近世の知史類には、弘法大師の創建とも伝え、創建の正確な時期や事情については不明である。 従林院の名称の文献上の所見は、鎌倉時代の仏教説話集、写積集とされている従林院の寺名は、地蔵従林業によったものと考えられている。現存する本堂、石仏岩、東京へ移築された宝蔵などはいずれも正確な、年代は不明ながら鎌倉時代のものとされており、鎌倉時代には地蔵信仰の寺院として栄えていたと思われる。中世以降は、 庶民の地蔵信仰の寺として栄えた。室町時代から天正13年までは、飲料300国を領したが、豊臣秀長に没収され、また平乱により、同宝物なども大きく、被害を受けた。しかし、慶長7年に、徳川家康より、添上郡中塚町、北京寺町内に、地上50国の寄進を受け、本堂、石仏岩の修復などが進み、 一般大衆の地蔵信仰の高まりと相まって、次第に寺勢は交流した。明治維新後は、あぜくら作りの放像を手放すなど、一時時勢は衰えたが、1955年に本堂、難問の文化財としての解体台修理が行われ、以降1962年に不動堂の修理、1976年に三影堂の解体修理と続き、境内が整っていった。 南門旧十林院宝蔵石仏願寺像菩薩像、釈迦如来像、弥勒菩薩像上記のほか、東京国立博物館構内にある旧十林院宝蔵は元当院にあったもの。1882年に東京へ移築されたものである。小規模なあぜくら作り倉庫で鎌倉時代の建築である。境内に散在する石造品はいずれも鎌倉時代の遺品と見られる。 十三仏図、了解んだらず、十六ラカン図など、ありがとうございます。